江戸東京建物園に保存されている八王子仙人同心組頭の家八王子仙人同心は江戸幕府の植生の一つ。江戸幕府天領である武蔵国玉郡八王子に配置された普代旗本及びその配下の普代武士のことである。活躍は多岐にわたり、関ヶ原の戦いの参陣、日光金盤、甲州街道、日光街道の整備、江戸地警護と開拓。 八王子及び周辺地域の治安維持であった。千人同心の前身は、武田家滅亡後の天正10年に、徳川家康に浜松で越見した武田や旗本出身者とその配下の同心であり、甲州旧口の道筋奉行を命じられた。1590年に、北条氏の支配していた地域への徳川家康の国外に伴い、八王子城下治安維持、及び、 朝の長政寮となった海の方面の防備のためにに、この九人の徳川や旗本を、元八王子に置き成立。文読、慶長の役の際に、名古屋に二年退陣し、一五百九十三年に、現在の八王子市千人町にあたる地域に移転した。一五百九十九年に、関ヶ原の戦いを前にして、大関東大久保町安発案にて五百人から千人に、増員して、 八王子千人同心となった。1600年藍津征伐参戦。同年の関ヶ原の戦いでは、徳川家康の長塚頭を担当している。慶長19年大阪冬の陣。慶長20年3月15日大阪夏の陣に参戦。江戸の大化の時も出動が確認される。1652年より、交代で家康を祀る日光東将軍を警備する。 日光金盤が主な仕事となる。明暦3年江戸城にて、石坂正俊が入るべき部屋を誤って、以降、八王子千人同心同心等一同が、筒時間詰めから五年度前廊下詰めへ降格された。法永2年から法永5年まで、江戸日の番を務める。法永4年富士山噴火。大船村などで、作物収穫できず。 完成3年より文政7年までに江戸城内にて剣術の城乱が9回行われた。完成12年に一部が江戸地開拓と警護を願い出て許可されている。今日は3年に同心であった小島文平が玉川兄弟の話を書状にした。八王子は乱学が盛んであり、1857年に同心であり、医師である秋山義江が、 青木薫斎と共に、活版印刷本出版。安政三年鉄砲型、江川秀俊氏に組織的に入門、二百丁の鉄砲装備。文久三年、徳川家持の京都上落の警護、元治元年武州一揆鎮圧、開港地横浜の警備、慶応元年長州政党への従軍などに従事。慶応二年組織変更に伴い、八王子先任隊と、 名称変更。慶応三年十一月二十五日交付上襲撃阻止。慶応四年三月、母親戦争において、官軍の旧武田重臣、板垣信方の末裔、板垣大輔が迫るとこれに礼を尽くして強順した。三宝、板垣政慶と進んで、八王子に至る。旧幕不動心の長。 山本矢左衛門当初を植えて、徳川氏のために骨布。生形、これを里すに巡逆をもってし、速やかに巡視王子を務めしめと、冒頭聖書を登る。同年6月に、八王子先人隊は解散した。その時にほとんどが農地を所有していたため機能し、一部は静岡に移住し、一部は甲州府兵森境隊。 軍務官府八王子同士神奈川県兵となった。日光金番として日光に勤務していた部隊も、無欠解場し、日光を戦火に巻き込まなかった。慶応4年5月15日、大上官布告第424号により戦、人頭が、士族になる。慶応4年7月10日、森坂隊対、陶取3人、秋山紀左衛門、小宮田美五郎、 丸山総平日と隊員48名軍務官府、八王子同心として森境隊となる。明治2年11月3日、八王子千人隊の平大使が卒族となる。明治5年3月、八王子千人隊の平大使が士族とされる。明治5年、人身戸籍が作られる。明治32年、公爵、徳川家里の口添えにより、 人身戸籍より漏れてしまった八王子千人隊大使、計六十八名が、死族籍に復帰する。八王子千人同心は、合戦において、徳川直さんの槍奉行の配下であり、関ヶ原の戦いでは、家康本隊、ながら頭として参戦。八王子千人同心は、旗本身分の千人等の十名によって、それぞれ百名ずつ統率した。 先人党の元に100名の組頭がおり、それぞれ平同心10人を統率した。組頭は現在の八王子市千人町にあった廃領屋敷に在住した。組頭の下に800人の平同心がいた。先人党は武田家直参旗本出身で、先人党は200から500国取りの旗本として偶された。 新松院にて1748年に寄進された、石にて名前が確認できるのは以下の名である。100名の組頭がおり、それぞれ平同心10人を統率した。100組頭の下に800人の平同心がいた。1652年より八王子千人同心は日光奉行配下で警備、防火、消火を担当した。千人等に名ほか一組五十人の、 計100人が10組に分かれ50日単位で交代勤務したと言われる。徳川家康霊廟を守るということで、他の大名参勤交代行列を追い抜くことが許されていた。交代で日光東将軍の日の晩屋敷に詰め、山内の見回り、出荷の際の消火活動に当たった。これは楽な仕事ではなく、経済的負担が大きかったが、 武士としての仕事であった。1800年に、抗議御料となった北海道、釧路、白ぬか場所には、原田種厚が、いぶり、幽福場所には、弟の晋介率いる千人同心の指定が、開拓を志幕府に願い出て移住し、現在の苫小牧市や白ぬか町などの基礎を作った。1801年6月には、富山玄十郎と、 深山う兵太が幕命で、ウルップ島に渡航し、岡山渡らの丘に、天朝地球大日本続島の標柱を建てた際、八王子千人、同心二名も同行した。同年、シャリ参道も改作されたが、開拓は困難を極め、1805年までに多摩地域に戻っている。1807年に、ロシア船がエトロフ島に来航した際、同心六名が派遣された。 第2回のエゾ地移住は安政6年行われた。秋山幸太郎、野口総重郎、秋山総七、阿波平近平、150名程度の入職が行われたと言われており、八王子千人同心指定と確認できるのは80名、程度を、多くは厄介身分。手当は1年1人15両と支度金1人7両、同中旅費1人3両。七十村役員前、 藤村号の二手に分かれて入植。明治元年函館戦争時に官軍として旧幕府軍と交戦。入植地は焼かれた。身分階級の厳しい徳川幕府の幕臣、御家人としては特殊な存在であり、成立の経緯から農地の所有が許可されていたため、幕末まで平農分離以前の戦国時代の武士と変わらない反応、反武士の生活を続けた。 このため、江戸時代のステレオタイプの武士とは違っていた。同神職は世襲制で先人等の同意なく、役を知りくことができなかった。徳川政権が、長期に及び、当初期、中期、末期に至る過程において、徳川時期産の親衛隊として活躍し、各種の政策変換、政治闘争がありながらも、武士としての義務が課された。武士としては、 やり奉行管轄であり、農民としては勘定奉行管轄という二重支配を受けた。武士としての義務がありながら、農民として納税の義務があった。武士として文言帳に記載され、農民として千人同心と肩書きされ、宗門人別改め帳に記載された。農民との争いを避けるために、武士の役目以外では名字、縦脇を禁止された。これは、 天証以来の武田武士として変わらない生活であり、徳川家の親衛隊、旗本として誇りを持って務めた。また、武士としての六の他に自作農地の収入があるため、農民としても豪農が多かった。平良同心は、幕府から六を受け取りける武士としての立場でありながら、平時は農耕に従事し、年貢を治める、半死半農といった立場であった。このことから、 無意図職の普通の武士に比べて、制御を持っているということで、太宰春代等の従者からは、武士の理想像として、称賛の対象となった。平良同心に至るまで、剣術の稽古が義務付けられ、月番日記などで流派が確認できる。完成4年、松平泉守を渡し書きつけ級にて、道場の義務化が確認できる。また、浅川にて、長江の稽古を定期的に実施していた。 八王子見て、吹き、湯とは不動産、アクセスデート2020年1月5日、ないの家は、現地にて確認。崩れかけていて、孤独の可能性あり、八王子在住者、2020年1月6日、知らぬ課長公式ホームページ引く昔昔知らぬか、串路歴史とまこまいしとまこまいの歴史、とまこまいし、八王子仙人同心。 秋月俊幸千島列島をめぐる日本と、ロシア132-133ページ ISBN 978から4、十8億3百九十三万9 3万3866、八王子市八王子千人同心の歴史。ありがとうございます。